福岡県では昨日新たに429人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました地域別の内訳は福岡市で142人北九州市で76人久留米市で20人などで16日連続で前の週の同じ曜日を下回っていますまた50代以上の男性4人の死亡も確認されています 福岡市中央区の福浜保育園では昨日までに園児4人と職員1人の合わせて5人の感染が確認されましたマスクを外してしまう園児がいたことや黙食の徹底ができていなかったことなどが感染が広がった原因とみられています